なるほど。20万でいいのかな、同じ。そりゃそうやな。そりゃびっくりで。インド人もびっくり。オリエンタルカレー。今、朝ドラまた面白いやつやってたよ。ひよっこやろ。ひよっこ、あれおもろい。あれ、今度はどこが舞台なんか知らんけど。茨城。ああ。奥か。茨城って結構芸能人も多いな。行きますよ。邪魔。ちょっと選択を誤ったかな。選択肢が少ない。ギア向き起こしたで。いけるか。
ここや。あれが大きくなってきたからな、行きにくいやろ。選択肢がなくなってきた。だけど行った後あるな、十分、うん、こんなとこ歩いたら俺滑りそうよ。おお、こっち渡らない、知らないね。もうそうなんじゃ、12時は無理やな。押し持っていけるっちゃいけるね、コースを選べば。だけどあんまり乗ってる間がないわ。しかも深いところで押さなあかんとこあるな。あと20キロでから軽かったらまた話は別やねんけど、とりあえず断念ということでやりました。観光しとく。行きたいのは行きたいねんけどな、あそこらへんからな。そうやな、みんなブーンやったからな。そうそう、離さへんやろうな、きっと。
やったもんやからなあれみんなやろ、みんなちょっと暑い最近あの音せえもう分かってきてんねもうここは離した方がええと。残念か、ここでこうやって見たらいけそうやねんけどな。